今回ですねご紹介しますのがこのジグヘッドケースなんですね。いわゆるあのスリムケースというのがあったんですね。ワームをこう入れる、これと同じ大きさなんですけれども、その厚みをですね少し厚くしてジグヘッドが入るように改良しました。で、中身のですねワットをですねちょっとかなり工夫したんですね。いわゆる従来のジグヘッドケースというのはこれだけ厚かったわけですね、まあ、これぐらい差があったわけです。で、これぐらい差があるものをこんだけに収めなきゃいけないものですから、このスペースをですね、まあ、あのうまく使わなければいけないわけです。それでですね抜けないように、抜けにくいようにこういう枠を作りました。で、枠を作ったおかげで綺麗にこう収納できるんですね。もうこうやって綺麗に入れるのが苦手だった人でもこれだと綺麗に入ります。まあ、そういうふうにきちっとこう入るような形にしました。そうすることによって左右からジグヘッドを押さえ込むものですから、これが外れにくいんですね。ですからこうやって逆さまにこうやって振っていただいても落ちません。このマットをですね、かなり特徴があるマットなんですけれども、まあ、こういうふうにこう、なんて言ったらいいのかな、ウニャンウニャンウニャンってなっております。で、これの中にきれいに収まっていきます。ただ取るのをですね、こうやって取っていただくと非常に取りにくいです。こういうふうに取っていただくと取れます。ですから、あの取り出すときはこういうふうに取ってください。こっちからですね、こういうふうに取っていただければきれいです。それぐらいこれがぴったりはまっております。で、ぴったりはまっているので取れない、取りにくい、もちろん取りにくいイコール外れにくいなんです。だからこっちからやれば簡単なんで、こっちからこういうふうに起こしていただいて外していただくということをしていただければ、これは全く問題なく取り外せますので、そういう使い方をしてください。で、実際ですね、今これクリアなんですけども、この配色にしております。中ジグヘッドを見えなくてもいいので真っ黒にしております。というのはですね、ワームも一緒にこれ一緒にできるんです。スリムケースとこう一緒にピタッとひっつくことができます。で、それゆえにこれとこれが色が同じだと分かりにくいんですね。それで全く違うようにして真っ黒にしております。ですから、あ、ジグヘッドはここにあるんだなというのはすぐ一目瞭然分かるようにしておりますので、これのタイプで出ます。ジグヘッドケースを買おうと思っておられる方、あるいは予備にもう一個買おうと思っておられる方、もうしばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。